ルイーズ・カトリーヌ・ブレスラウ作、化粧ルイーズ・カトリーヌ・ブレスラウ、ドイツ名、マリア・ルイーゼ・カタリナ・ブレスラウは、ドイツ生まれの画家で、スイスで育ち、フランスで画家として活動した。ミュンヘンで生まれた。父親は、産科、婦人科の医学者で、父親が、中立ヒ大学の教授に招かれたために、スイスで育った。全息の持病を持ち、入院生活の中で絵を描くようになった。 父親の亡くなった後、喘息に良いと思われた、ボーデンコ近くの修道院で生活し、教育を受けた。修道院に長く滞在する間に芸術家になる決意をした。チューリッヒの画家、フィッファーから絵を学んだ後、女性が画家になるためにはスイスを出て、パリで本格的に学ぶ必要があると考え、1874年に母親とパリに移った。 パリ国立高等美術学校は当時女性の入学、外国人の入学を認めていなかったので1876年から女性のためのクラスを開いた私立美術学校アカデミー・ジュリアンに入学した。当時ブレスラウは20歳であった。アカデミー・ジュリアンで才能はトニ・ロベール・フルーリーらの教授たちに注目され同じクラスで学び後に修行時代からの 日記が出版された、女性画家マリ・バシュキル・テフの日記では、バシュキル・テフはブラスラウをライバルとして見ていたとしている。当時のフランスでも、ルイズ・アベマ、ローザ・ボネール、メアリー・カサット、シュザンヌ・バラドン、ベルト・モリゾといった女性画家が知られていただけだった。1879年に、アカデミー・ジュリアンの女子学生として、最初にサロンド・パリに肖像画を出展した。 パリにスタジオを開き、毎年サロンに出展した。詩人などの友人の肖像画を多く描いた。1880年には、ブルターニュに滞在し、写実主義の画家、ジュール・ブルトンと知り合った。1881年に名前を、フランス風のルイーズ・カトリーヌとし、作品には、LCB と署名した。美術批評の雑誌、ラビ・モデルネに、印象派の画家についての記事を寄稿し、 この雑誌で有名な文学者、アルフォンス・ドーでは、ブレスラウの作品について何度か研究した。印象派の画家、マネに影響を受けた作品を1883年に制作した。展覧会で、ブレスラウの作品は、大衆や批評家に好評で、パリの裕福な顧客から注文が得られるようになった。ロンドンやチューリッヒでも作品を展示し、1883年に、 ジュネーブの美術館に作品が買い上げられた。1897年にフランス政府にも作品を買い上げられ、現在オルセイ美術館に収蔵されている。1898年にはリトグラフの作品が美術雑誌レスタンプモデルヌによって出版された。1889年のパリ万国博覧会の展覧会で金メダルを受賞した。1890年に 国民美術協会がジャンル・エルネスト・メッソニエ、ピエール・ピュビス・ド・シャバンヌ、オーギスト・ロダンダによって再興されたとき、184人の創立メンバーのうちマドレーヌ・ヌルメールと、たった2人の女性の創立メンバーとなった。1900年のパリ・万国博覧会では、スイスの展示の役員になり、展覧会では、金メダルを受賞した。1901年にレジオンド・ドヌール・クン・ショー・シュバリエを、 受訓した。1901年に、スイス人画家フェリックス・バロットンや、ウジェーヌ・グラッセと共に、パリで活動する、スイス人画家のグループ展をチューリッヒとバーゼルで開いた。第一次世界大戦が始まると、スイス国籍であったが、パリに泊まり、出生する兵士たちの肖像画を、家族のために描き、1917年に戦死した、有名なパイロット、ジョルジュ・ギンルメールの肖像画を描いた。 戦後、健康状態は悪化したが1919 19年のサロンに参加した。1921年に開古展が開かれた。1925年にチューリヒでの展覧会に出席するためにスイスに帰国した。1927年にパリで死去した。ありがとうございます。